はい、どうも、よしんでーす。いやー、最近ね、まあ、見ていただいたらわかると思いますよ。全然都市伝説がないじゃないですか。動画ね、やるやるとは言うてるもののね、面白い都市伝説がないんですよね。いやいや、本当に。いや、それ都市伝説をどんどん出せばいいのは分かってるんですけど、ね、サブチャンネルでね、まあ作ってますよ。サブチャンネルで、前回のね、真夏の都市伝説の続きのやつは、まあ、ちょこちょこっと作ってるんですけど、ね、メインであり得るようなね、新しい都市伝説がもう全然ないです。もう全然ね、なくてね。うん、本当に。で、まあ、他の人のね、都市伝説系 YouTuber のね、見ようかなと思って、ね。もう最近、ほら、前も言ってたけど、ね、この人すごいですよとか言われてもね、全然面白くなくて、もう知ってるやつをね、ウィキペディアとか読んでるだけの人いるでしょ？ね？誰とは言わないけど。でも、まあ、今回に関してはね、俺、まあ、正直全然知らんかったんですけど、もうかなり有名な人らしくて、その人ね、都市ボーイズっていう方。いや、名前はすごく聞いてるんですよ。いや、もう都市ボーイズの人がすごいすごいって聞いてたんですけど、ね？もう、なんて言うんでしょう、前も言ってましたよ。この人すごいって言われて見ても、もう全然すごないなーっていうのもあってね、全然見てなかったんですよ。都市ボーイズさんね。で、今回ね、見ました、初めて。都市ボーイズさんの動画を。ね。これね。まあ、でもね、俺もうパッと見た瞬間にね、ビビッときた。ね。都市ボーイズって名前でね、動画をパッと見た瞬間にね、え？ってもう目を疑ったね。本当に。目を疑った？耳をでしょ。まあまあいいですよ、いいよ。もうびっくりしたもん。見た瞬間。あれ？これが都市ボーイズ？ね。びっくりしましたね。それはなぜびっくりしたかというと、全然ボーイじゃない。じゃあまあそこまではないけど、もう全然ボーイズじゃなくて、ね、俺もっとボーイだと思ってました。ね、そんなにね、俺、なんて言うんでしょう、昔から見てたわけじゃないし、なんて言うの？ほら、ね、ビンタロ先生とか、アスカ先生とか、ああいう昔から見てる都市伝説系の人じゃないから、まあ若い人だなと思ってたんですよ。新世代っていうかさ、まあ、割と若い方なんだろうなって。都市ボーイズだからね。うん。割と若いかなと思ったら、もう全然ボーイズじゃないんだよ。ボーイじゃない。特に、向かって、画面で言うとね、こっち側の人。ね。こっち側の人。向かって、右側の人。メガネしてる人がね、ヒゲも生えた。もう全然ボーイじゃないんだよ。むしろベテランっていうか、もう、なんかもう子さんみたいな、もう本当に。全然もう、俺と同い年もしくは先輩じゃないかなっていうくらい割と言ってて。まあまあでもね、冷静に考えたらまあ少年隊とかも別に少年じゃないしね。うん。だからまあまあ、ボーイズっていう名前だけボーイじゃないんだなと思ってたんですけどね。まあそれでまあ話を聞いてて。ほんでまあ、見ましたよ。話を聞いてて。え？驚愕しましたね。都市ボーイズって名前じゃないですか。話を聞いてて、何？いいよ。話を聞いててね、気がついたんですよ。ほとんど怖い話やなと思って。あれ？都市ボーイズだから俺都市伝説やと思ってたのに、怖い話なんですよね。いや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 。本当に。もうびっくりしました。怖かったわ、もう。ね。まあでもね、俺ね、これね、もう正直な話ね、みんなすごいすごい言うててね、今回もがっかりかなと思ったんですけど、もっと早く見といたらよかったね。もう、すごかった。いや、すごいとは聞いてたよ。あ、過去が違うんだなと思って。今まで都市伝説系 YouTuber でこの人の話面白いとかすごいとか聞いてたけど、まあ言うたらまあ知ってる話ばっかりとか、ね、何より素人なんですよね。喋り方とかも。普通に、ああ、YouTuber だなって。ね。
この人らね、多分俺はそんな詳しく知らないですよ。テレビとかちょこちょこ出てるっていうのは、ね、なんとなく聞いたけど、プロだな。いやいや、本当にプロですよ。わかるもん、聞いてて。これ素人じゃない、YouTuber じゃないぞって。まず台本というかね、脚本ですよね。なんかね、YouTuber が書く台本とかじゃないの。脚本なんですよね。テレビで、ちゃんと、何年も、ね、勉強して、脚本作ってるんだろうと。まず脚本がすごい。ね。ほんでね、なんて言うんだろう。口がすごい達者ってわけじゃないんだけど、引き込むね、もう、なんていうの、だらだら、俺みたいにだらだらね、適当に喋ってるだけとか、台本もなし、わーって喋ってるんじゃなくて、練りに練られた脚本で、もう練りに練られた何年も培ったこのトーク力と引き込む力。プロじゃねえかと。また来たかと。あ、これは YouTube 界に、なんかこうテレビとかそういったのね、多分ね、よくよく聞いてたら、やってたんですよ、多分。オカルトの番組とかでなんかやってはる人なんかな。うん、やってはったみたい。それは全然ちゃうわ。テレビとかもで、ちょっと出てるとかじゃない。俺のイメージは時々テレビにちょっと出てるとかそういったレベルだと思ってたけど、いや、違うね。ベテランですよ。本当に。まあ、すごいわ。まあ、すごい。もう、例えば、くねくねとか、まあ、知ってる話じゃないですか。怖い話とかでもね。くねくねとか聞いたことあるけど、引き込むね。引き込む。で、脚本がしっかりしてるから、知ってる話だけど、あれもしかしてもっとすごいネタ、落ちなんかあるんじゃないかなと。あれもしかして、ここから先何が起こるんだろうみたいなね。引き込むね。もう最近さ、ね。毎日見ても。毎日。なんか今回初めて見ましたみたいな感じですけど、もうこの動画撮っておこうにはもう1週間くらいかな。毎日見てるもん。毎日見てる。ね。で、その怖い話だけど、そのリアルな、割とね、なんて言うんだろう。脚本っていうかさ、テレビ向けに作られたような話なんかなっていうのもあったんですけど、割とリアルなんですよね。割とリアルなの。それで、どこがリアルかというと、これヨシキンが前も言ってたけど、呪いとかそういったね、ものって簡単に払えないぞって。映画来るのレビューのコラムかな書いた時も書いてたと思うんですけど、本当にやばい例とかそういったものはね、映画の来るみたいにもう、ちょっとやそっとの霊媒師なんかではもう太刀打ちできないって。ね。テレビとか出てる YouTube で出てるね、まあ黒い人とかね、あんな人一人っても絶対除霊できないから。もう、本物の霊とかやったら首パーンいかれますよ。黒い人、ね、もうそこ、リピートしないで。濁してるんだから。ね。黒い人は、やばい。黒い人はやばい。言わんで。黒い人はやばい。笑って言わない。あの、チョークのやつある。はい。チョークのやつ。めっちゃ買った木、チョークなる。はいはい、はーい。チョークなる。はーい。復活物のやつ。はいはい。ということでね、まあすごいんです。あの話、あ、そうそうそう。だから本当の霊は払えないって簡単には。だからね、この都市ボーイズの人のね、話もね、結構ね、その、お払いして結局全然払えてないっていうね、パターンの話が割とあったんですよね。全然払えてなかったって。だからそれが逆にリアルでしたね。聞いてて。あ、やっぱり払えへんよなって。だから言うてましたよ。俺、本当の呪いとか、本当に払える、本物の霊媒師とか知りたい。ね。そういった人とね、会って、いざという時のためにね。いずれ来ると思うんですよ。人生の中でね。本物の呪い。ね。俺も大概どっかね、パワーストップ。なんか知らないけど、パワースポットとか神社行くとね、がっつり疲れてくるんでね。なんか疲れてるのかなとか思って。疲れてんのかね、体が疲れてんのか、体に疲れてんのかね、微妙なとこなんですけど、ね、本当に霊媒師の知り合いは本当に一人や二人はいた方がいいと思うんですよね。あれ、どれやろ、後で見たら、ね。だからすごいと思う。だからみんなも見たら方がいいと思う。いや、もうココイチですよ。ここ最近で一番引き込まれるね。ココイチって聞いてカレーだと思った。カレーじゃないですよ。この話の流れで俺が急にココイチのカレーの話したらおかしいでしょ。ね。ココイチファンでね、すごいなと思った。引き込まれるわー、引き込まれる。ね。なんだろうなー、なんかね、
まあ、怖い話だから作り話の部分もあるのかもしれないけど、全然違うんだよね、クオリティが。都市伝説で YouTuber が作った話ってさ、もう取ってつけたような話でさ、もう昔の都市伝説とかさ、もう適当になんか話作りましたよ感がすごいじゃないですか。聞いてても、ああ、もう無理やり感がすごいなーって。彼はもうないでーっていうのばっかりですけど、都市ボーイズのね、この二人はね、違うんだよな。リアルなんだよな。リアルで、なおかつね、面白くてクオリティが高くて引き込まれる。そして話が割とね深いんですよね。ちょっとやそっと作ったような話じゃないんですよね。設定だったとしてもですよ。例えばその霊媒師でね、霊を食べるっていう人がいるみたいな話をしてたんですけどね、偽物と本物みたいな話をしてて、この本物の人は歯が全部ないみたいな。でなぜ歯が全部ないかというと、ね、歯っていうのは食べ物をね、こう噛むから、その死の匂い、どんどんその死の匂いがするから、霊は嫌がって、はーって食べようとしても霊をね、逃げるっていう。だから本物の霊を吸い込む霊媒師っていうかね、そういう人だは、歯が全部ないんですよ。自分で歯を全部取ってやってるみたいなね、話をされてたんですよ。あー、これいいねーと、いいなーと思った。いやいや、本当に。この話面白いと思って。いやいやいや、本当に。そういう人がほんまにいてもすごいし、いなかったとしても、作った話だったとしても、設定がすごい。その死の匂いがするみたいな、歯に死の匂いがするみたいな、その設定、それをね、歯を全部取ることによって言って、そんな霊媒師いったらもうやばいでしょ。これは強いぞって思ったもん。思った。いやいや、本当に。俺もう、これでしばらくあれですよ。楽しみがね、増えました。ね、もうね、これが今後のね、都市伝説の動画とか作るためにいろんな人の動画とか YouTube 見ようと思っててね、参考にならへんばっかりでしたけど、もう参考にならんなーと、面白いなーと思ってたけど、もう今日から毎日都市ボーイズの動画をね、毎日ね見てたらもう何年楽しめるんだろう。本当に過去の動画いっぱいあるからね、もうずーっと毎日見てますよ。都市ボーイズを毎日見てね、久々に来た。これはすごいと思って、これは伸びるぞって。ね、伸びるぞって、なんで上から目線なんやって。もう、まあ、常にチャンネル登録者5万人くらいかな。割と多いんですけど、いや、もっと伸びるぞって、これは違う。もう、ちょっとした話題とかで出てるんじゃなくて、実力がやばい。実力がすごい。本当に。なんか、怖い話グランプリで優勝とかもされてたみたいです。まあ、それは優勝しますよね。それはする。わちゃわちゃしてさ、ね、ギャグとかでさ、ね、ただネタなんか面白いだけでね、なんかもうチヤホヤされてる3人組とかとは違うなと思って。誰とは言うてないよ。誰とは。ね。もうなんか毎日、ね、毎回同じパターンでね、ナイスとミーチューとかやってるね、なんか中身が薄いのとは違うなと思って。やっぱりレベルが違うんだなと思って。ベテランだよ。ほんま、持ってたな。へぇ、本当にすごいわ。もう久々に来たな。もう久々に来たわ、本当に。買ってないよ。それはだって、YSP ウォッチは、持ってるだけでいいアイテムやから。持ってるだけでいいねん。もう持ってる。持ってんねや、それ。もう装備しとんねや、それ。みんな。ね、ということですよ。みんなも見た方がいいと思う。みんなも見た方がいいって思うって言うたけど、多分みんな見てるんでしょうけどね。多分都市伝説好きの人は多分都市ボーイズみんな知ってて見てると思うんですけど、いやー、でも久々に見た。やっぱりね、こう偏見の目で見たらダメですよね。この人すごいすごい言われてて、どうせすごいことないんでしょうって思ってて、実際そうだったことも多々あるけど、やっぱりすごいって言われてる人はすごいんだなと思った。本当にもうちょっと違うわ。いやー、トシボーイズやばい。なんかさ、強くなるボタン。トシボーイズパクロ。やってた、あの玉の玉。また後で動画撮ってるから、お父さん。もう今喋ったら怒るよ。本当にもうすぐ終わるから。もうすぐ終わるんですよ。もうこれ以上言うことないからね。まあ、いやいや、まあね、ちょっとくらいディスろうかなと思ったんですよね。最初のうちはね、ちょっとね、あのいじろうかなっていうのもありましたよ。ね、でももう全然もうディスる部分がないね。もう完璧にすごい。パーフェクトですよ。もう始めだけですよ。
全然ボーイズじゃないみたいな、そこぐらいしかいじれへんわ。名前ぐらいしかいじれないわ、本当に。いやーすごい。もうちょっとね、しばらく見て勉強させていただきますよ。俺も怖い話とかそっち側のね、話せるように、もうちょっと本当に勉強させていただきます。先輩ですよ。兄貴です、兄貴。都市ボーイズ兄貴ですよ、本当に。ちょっと本当に頑張ります。ね。はーい。ということで、以上、ヨシキンでした。バイバーイ。狙われてるよ。ヨシキン。お宅の部屋。